あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、さて今回も行ってみましょう。今回最後かな、砂漠のエリア。よし、行くよ。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナーアゴマサリトヒヨー、イーナーアゴマサリトヒヨー、キエーイ。よし、ってことで、ほい、お二人さん行きましょうぞ。ほい。んで、今回は砂漠エリアの4、アイテムがブーメランとハンマー。手に入る材料は秘伝の反物とスタルスカル。なんだスタルスカルって。で、ブーメランがあるから今回はブーメラン集長で。砂漠の神殿1。んで、あ、危ない。最初はハンマーか。ほい、ハンマーを手に入れた。Y でドスンと一発。で、これね、杭。叩いて。で、はい、次赤がハンマー。はい、Y でドスンと一発。おー、すげえ。音が。んで、緑が、ブーメランを取ると。ほい、ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。で、あとはここにたどり着けばよいだけか。ってことだから、ほい、二人とも行くよ。よいしょ。あ、そっかそっか。ここの二人、トーテムしちゃダメじゃん。ちょい待ってね。ここの二人、トーテムしちゃダメなんだよ。んで、ここでトーテムだ。で、ここ3人同時に押さないといけないとこだからね。オッケー。お、モグラ叩き。きたー。へい。どん。なんか結構ずれてた気がするけど。え、3匹いるけど。ちょい待って。へい。は。お、なんか結構遅い。あれ？ちょっと待って、さっきからさ、ぴょこんぴょこんってなんか、瞬間的に消えるやついるけど。あのビリビリしてるやつは、たったいって大丈夫なのかな？ちょ、危険だよね。で、さっきからワンテンポ遅いんだ、私。お、あと一匹。たぶん。は、あ、ダメだ、全然違う。これ、写真撮ったよ。写真撮っちゃった。あー、これ最後の一匹あれか。最後って決まってないけど、でも最初あれだよね。最初、3匹同時に顔出してたから多分、3匹でしょ。待って、これさ、もう一人。もう一人もさ、どっかで待機してればいいんじゃないの？これで。はい、来た。違う。はい、来たって写真撮ってどうすんの？ブーメラン関係ないよね。は、あ、そっちか。惜しい。惜しかないか。惜しかない。はい、こっち。あ、そっち。全然違う。最初の2匹結構ポンポンっていけたのにね。最後の1匹が全然。え、ここでどんだけ時間かかるんだ、私。こっちか。違う。どこ行った？そっち。はい。行った！よかった！もう完璧に、完璧に山間です。よし。これでやっと進める。よし。砂漠の神殿に、え、さっきの 1？ やばない？お、これはなんかちょっとモンスターが出てきそうな感じだぞ。降りたら。ほらね。ってことで、ちょい待ってね。これ。いやー。あれ？押しのけるだけ。なんかパラパラパラっていう嫌な音がするけど。お！ハンマーだったら一発でいける。へい。あ、ちょっと待って。そのちょっと無言で突進してくるのやめようか。喋られても困るけどね。
はい。ポンコツ最新って感じ。よし。はい。レイ。やったね、ハンマー強い。でも先に進むとこが。あ、そこに浮き出てくる感じですか。ハートはないかな。ルピー。5ルピーゲット。20ルピーゲット。ゲージのはね、今あっても。お、これで体力全回復。ってことで進みましょう。ん？ルピー？ハートだった。関係ないね。よし、行こう。ほい。砂漠の神殿3。第2ステージの方が簡単だったじゃん。何事なの？第1難しすぎでしょ。ん？これは、ちょっと一瞬傾くんかなって思って急いで乗ったけど全然傾かない。でもってこれは、あれだね。へい。あれ？ちょっと待って。トーテムですか？トーテムだとして、よいしょ。落としちゃった。ごめんね。ごめんね。あ、違う。これより下だ。下。あ、もしかして。あの、風の原理みたいな感じ。あ、こっちか。こっちを叩くんだ。こっち叩いてからの、これで、へい。なんかあの、風で振り子を動かすのと同じような感じで、こっちはテコの原理を使うということだね。ほい。まあ、テコの原理って言ってもこっち全然跳ね返りはしないんだけど。んで、もう一個上に上げた方がいいかな。で、上に上げてからの、こっちを先に渡しとこう。やべえ、二人分減った。まあ、これで。はぁ、降りちゃったんだけど。この辺からなら移れる。あ、よかった。戻れた。で、ポイッと。投げといてからの、こっち二人。二人いっぺんに連れてけるよね。ブーメラン酋長なら。はい。おっしょっけー。んで、ちょっと降りて。ルピー回収。オッケー、オッケー。んで、進もう。あー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って。あれは、あの、ブーメランが一番上に行った方がいいね。ハンマー攻撃できないもん。ってことだから、こっちをこう。こう持ち上げといて。はい、来い。やっつけた。まだいる。まだいる。当たらない。来い。来い来い来い。おーし、オッケー。この辺、ハートあった。おし。んで、お、なんか来たぞ。あの火の、なんていうの、火の柱？あー、危ない危ない。待って、怖い怖い怖い。怖いよ。当たるー。びっくりー。で、こっちに当たって。ちょっと待ってね。一回待とうか。危ない、怖いー。よし、オッケー。で、はい、回復させておくれ。あ、ダメだ。ダメだ、行っちゃった。一発で行っちゃった。まあ、こっちで回復できたからいっか。まあ、全回復とはいかなかったけど。よし。ここに。え、ちょっと待って、いろんなとこにあるんだけど。これは？どうだ？これは、下か。下だ。ってことで、さっきと同じようにまたちょっと、ハンマーで。ごめんね、落としちゃった。どこ行った？いたいた。ちょっと乗っててね。んで、ハンマーやっといて。やばい、なんか赤の子落としまくってる。んで、ここで、あの、あ、いけない。こっちか。こっち？こっち側。え、いけない。お、これは、こっちを下げた方がいいのかな？こっちを下げていって、で、これやって、あ、で、こっち、あ、違う。え、待って。あ、あれだ。トーテムだ。え、待って。3段。あの、タイマーが動いてるな。タイマー動いてんだ、ちょっと。怖い、怖い、怖い。これどうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。全くわかんない。待って、待って、待って。あ、戻ってしまった。あ、しかも一個ずつ戻るんだ、これ。
ここで三段トーテムだ。ここで三段トーテムやっといて、あっち側もこれ、このまま行けない？行けた行けた。で、あと、こっち下げて、もう一回下げて、これ剣でいけるじゃん。はぁ、よかった。もうダメかと思った。なんか集積回路みたいなの来た。よし、行くよ。崩れないよね。オッケー。で、ここカチッとやっといて、お、まっすぐになった。ん？これは普通に渡れるんだよね。あー、なんか炎が。どうしよう、これ。とりあえず上にポイって投げとい、投げれなかった。怖い、怖い。あ、一番上の一人しか行けないのかな、もしかして。よし。これで行って、このもう一人は渡せない。ごめんね。また落としちゃったよ、赤。はい、おいで。んで、ハンマーで。あ、なんか消えちゃったんだけど。あれは、ごめん、落ちちゃった。勝手に落ちちゃった、今度は。あ、この状態でもう一人渡せるじゃん。これで。オッケーオッケー。で？で、今度は上の方に切り替えて、進めばいいのかな。あ、進んであれだ。ちょっと待って。この子投げといて。あ、この子投げちゃダメだ。こっちだ。んで、この赤の子が、こっち側を下げる。そしたらまっすぐになるから、いける。これを、あと一回、あっちでも。え、いけるよね。え、いける？いけるか。これ二人とも渡せるかな。ちょっと待ってね。炎が止んでから。へい。渡しといて。おー、怖い。ギリギリだ。超ギリギリだ。こっち側は何もない。よし、これで。さあ、来るんだ、緑。あ、危ない。危ない。おーし、オッケー。いけた。あ、待って、そこに。ハートは、あったあった。でも、一個しかなかったけど。まあまあまあ。てか、あれだな。ステージ1が一番難しかった気がする。砂漠の神殿4。4まで来ちゃったよ。とりあえず一人で降りてって回復だけしとこうか。よかった、壺ある。ああ、無駄にゲージのやつを。でも多分、これ閉まるんじゃない？とりあえず、あ、これ砂漠だし、しかも。足元取られるやつだな。危険。もし全回復。全回復したからさ、二人とも来るんだ。このシーンとしたね、足音だけが響いてる感じ。ん？始まんないよ。こっちまで？お、来た。あー、ほら、やっぱり。骸骨か。骸骨のでかいバージョン。おー。スタルチャンピオン。なんだこのふざけたの。なんだこのふざけたやつ。なになになに、来い来い来い。え？なに？てか、周り砂漠だからさ、あんまりなんか行けないんだよね。なんかね、真ん中あれ、赤いの光ってんじゃん。あっこに当てればいいってことかな。近づいたら衝撃波でやられるのか。怖い怖い。なんか、攻撃パターンがよくわからぬ。あー、なんか、なんなのあれ、ブーメランなの？何を飛ばしてるの？肋骨？これ聞いてるのかな？聞いてはないのかな？何？どこ行った？どこ行った？どこ行った？おー、びっくりした。衝撃波がさっきまでより広くなった。あ、バラバラになった。ちょっと待って。こっちじゃない？なんか追いかけてくるし。多分これなんかね、ちっこい骨のやつらと同じで、ちっこい骨のやつらと一緒で、ハンマーの方が骨を砕けるんだと思うの。あ、待って、一発でいった。これで、ここが多分心臓でしょ。へいへいへい。心臓をハンマーで砕こうとするやつ恐ろしい。にゃーこい。よし。これを多分繰り返していけば。なんなの？一回ボロボロになった後ってちょっとバラバラになる。確率がアップするの？よし。てか、これ何？なんかすごい追いかけてくるんだけど。
あれ一体どこについてるやつ？手か。手だな。なんで手が追いかけてくるんだよ。いやー。お、行った行った行った。さあ行くんだ。ほら、なんか手の先についてたさ、鉄球だけすごい追いかけてくるんだよね。お、怒った。え、怒った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 。なに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 。やっ！ちょっと待って、衝撃波の範囲が広がった。範囲が広がったよ。待って、やばい。あ、ちょっと待って、しかも追いかけてくる。うえー、やばいよ。周り砂漠だよ。沈むよ。あ、バラバラになった。パターンは一緒か。じゃあ、ちょっと待ってね。頑張って潰すから、心臓。えい！あー、ダメ。こいつ。こいつ、あ、来る。来る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 。はぁ、ちょっと待ってくれ。どこにいたらあれ当たらないの？危険だ、危険だ、危険だ。ちょっと待って、ちょっと待って、危険だ。ダメ、混乱する、混乱する、混乱する。よし。この辺でちょっと回復を。とりあえず。とりあえずハート開始、オッケー。で、無駄にゲージ使っちゃったんだけど。あ。全回復とか別にすることなかったか。うおー、やばい。もうダメだ。おー、ちょっと待って、くる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 。あ、こっちに来てたら大丈夫じゃない？ね。避難場所見つけた。おし、来たー、来たー。いや、待てよ。ちょい待てって、ダメージ与えれないって、それ。危険でしょう。ああ。一回しかダメージ与えれなかった。ちょい待ってね。逃げる逃げる逃げる。おし。あ、ダメ。ちょっと君邪魔。なるほど。あっこの場所に行ったら当たらないんだ、何も。ちょい待って待って、ちょい待って。またピコンピコン言い出したよ。またピコピコ言い出したよ。これ当たってんの？当たってんのかな、これ。てかあれじゃない？もしかしてさ、もしかして、あの、間違えた。今までのパターンからしてさ、これ、トーテムじゃない？二人トーテムじゃない？え、でもさっき一回行けたもんね。どうなんだ、そのところ。そこんとこどうなのよ。さっきからその攻撃ばっかりでさ、私近づけないんだ。危ない。近づけないんだ。え、飛んだ。来る？よし、あの攻撃も円の中しか効いてない。それを見つけたらちょっと心強いかもしれない。よし。こいついきなりダッシュしてくるからね。怖いよ。それ、てかそのブーメランどっから出してんの？やっぱり肋骨かなんかか。変わってないよね、これ。待て。待て、落ち着け。はい。さあ。あいつも下まで追いかけてこないんだ。下まで追いかけてこないんだ、あいつ。なるほど。なるほどね。おし。多分また一回でいけると思うんだけど。まだいけないかな。まだつうか、もういけないかな。当たれよ。てか、それ、撃ってきすぎでしょ。近づけないから。ちょっともうちょっと近づいてくるの待つ。ほらほら、のしのし来た。ここで近づいてくるまで待てばいいんだな。じゃなかったらずっとあれ撃たれ続けるもん、私ね。あれ危ないもん。あー、ダメだ、ゲージがない。こいつは円の中から出てこないし、円の外に攻撃も出てこないんだよね。あ、後ろからやったらいいわけだ。えい。後ろからってことはやっぱり。おし。正面からじゃあ全然、効いてないってことかな。ねえ、多分そういうことだよね。ことは、後ろを向いた隙に、こう、全然ダメだ。全然普通にこっち向いたわ。
さあ歩け歩け、向こう向いて歩け。なし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 。ここでダメだ、ダメだった。キョロキョロしてる。あれかな、下に降りてるときは見えてないのかな、もしや。待って、こいつスピード上がってない、気のせいかな、気のせいかな。よいしょ、今の最後のは聞いたのかな。これ段差になってるから、もしかしてあいつ段差の下見えてないの、そういう設定ですか。おお、危険危険。あれだよね、手の先についてるあの鉄球本当に本当に厄介なんだ。だってこうやってさ、せっかくダメージを与えれるチャンスなのに。あー待って、ほらほらね、あいつのせいでダメージが与えれないんだよ。体力あと2しかないもん。超危険じゃん。もうほらほらね、探してるんだよ、こっちのこと探してるの。あっち側に鉄球いる、今だ。おおお、え、まだまだ、これあれかな、第三形態かな、多分そうだよね、第三形態だよね。ってことはこっちだよ。あれ、あの鉄球いなくなってない。え、しかももうあれバラバラになったまんま、頭だけで動いてんだけど。ちょい待ってね、あ、この縁、この縁なら来ない、あいつ縁から攻撃できたりする。待って、怖かった今、すげえ怖かった。あ、これでバシバシ攻撃できるじゃん、しかも鉄球来てないっていうね。待って待ってね、待ってね、はいはいはい、恐ろしいよ。なんかね、何よりも鉄球が怖いんだけどね、あれ結構危険だよね。ほらほら、襲ってくる襲ってくる。鉄球の危険がない場所ぐらいまで移動していかないと。どうよ、当たらない、まだ当たらない、この辺ん、動いてない、危険を察知しきれてないぞ、届かない。あ、待って待って待って、ゲージがなかったの今。あ、このチャンス、このチャンスを逃しては。ゲージどうよ、あの魔法の小瓶を全部使っちゃったの痛いね、使っちゃったっつうか全部取っちゃったの痛いよね。もうちょっとこっち、なんかあいつ頭だけになってから余計鈍くなったよね。なんか発見率低くなってない、こっちの。でも発見したらすごい勢いで来るけど。どう、全然来ない、どんだけ気づかないの。おお、びっくりした。あ、こっちの攻撃当たったの今。あ、どう、もうちょっとじゃない、赤くなったし、なんかひびだらけになった。あとちょっと、いけ、おっしゃ、いった、奇跡じゃん、妖精3匹とも残ってる。やったー、あの鉄球あの鉄球怖い。おし、これで、ん、なんかこれでかい、あゆなが100ルピーゲット、あれ100ルピーなんだ、へえ、あんなの今までも出たのかな、よく覚えていないぜ。もしこれでハート2個残し、やばい。ほい、ってことで今回真ん中、これスタルスカルを手に入れた、やったね、スタルスカル。1個だけのやつだ。砂漠の神殿クリアー、イエイ。絶対一回死ぬと思った、ボスで。お、なぜここで撮ったんだっけ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。
ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。私追いかけられるのがすごく怖いって言ってるのに、今回それがメインだったな。